どうもこんにちは、太郎です。今回はデュースのバースデーストーリーとガチャ、こちらをやっていきたいと思います。まずはストーリーから見ていきましょう。1からいこうか。お前、今日は何か予定あるか？いや、まだるっこしいのはなしにしよう。お、今日ハーツラベルで僕の誕生日パーティーを開いてもらえるんだ。ストレート。お前も来てくれないか？めちゃめちゃストレートだね、この笑顔ね。なんとも言えないこのいい笑顔。来てくれないか、行きたくなる感じ。1年経ってデュース君どんな感じになったんでしょう、見ようか。楽しみ。マブダチがおめでとうと言ってくれるなんて、今日はなんていい日なんだ。おいおいおい、またその笑顔。しかもマブダチ、ありがとう。やばい、今の僕絶対に変な顔してるよな。嬉しくてどうしてもにやけちまう。いいやつだな。とにかく本当にありがとう、監督生。またお前に祝ってもらえる僕でいられるよう頑張るからな。いいやつじゃん。おめでとう、本当に。ちょっとログインボーナスも見よっか。おぉ、かっこいいっすね。これさ、今年のやつ似合うよね。これ、なんか、かわいらしい感じ。はい、じゃあガチャもやっていきましょうか。はい、やってまいりました。デュースのバースデー召喚ですね。いただいたマジカルキーを使って10連だけさせていただきたいと思います。出てくれい。いきます。オッケー。エースはさ、結構 SS レア今まで出てるからさ、デュースもそろそろね、来てほしいんだよな。お、羽二つ。いいんじゃないですか。あとは鏡次第。闇の鏡に導かれし者よ。ちょっと期待薄なんじゃないこれ。羽だけがちょっとやる気満々。さあ、行きましょう。一人目。お、ハーツレベルスタート。デュース！おい、来たかお前。アップ始めましたね。スレア、ほら、ルーク。3人目はラギーくん。おいおいおい、これどんどんいっちゃうやつ。またルーク。あるやつね。ラギー。どんだけさ、ルークとラギー来るんだよ。ルーク、ラギー、ルーク、ラギーっていうさ、流れで来る確率かなり低いぞ、これ。あ、これサクッと終わっちゃうかもしれないね。これエペル。お、エペルも4人来たかな、これ。やばいやばいやばい、 S レアが S レア1枚で終わるかもしれない。しかもこれやばいガチャだわ、やばいガチャだこれ。やばいガチャだ。最低保証、残念。わあ、仕方ないっすね。もうせっかくなんでカードの詳細だけちょっと見ていきたいと思います。はい、やってまいりました。SS レアのデュースですね。ユニオンバースデー。お！デュオの相手イデアなんだ。これやばいっすね。グルービー、ちょっと見たいと思います。いきます。3、2、1。おぉ。やったなぁ、みたいな。なんか、イデアもさ、フヒヒって感じで、いいっすね、なんか。どんな感じでぶつけたんだろう。戻します。いや、これいいなぁ。ちょっと気になるな。どんな感じだったんでしょうね。なんかさ、元ヤンじゃん。デュースって。だから、なんだろうな。ヤンキーのままだったら、イデアからさ、あんなパイさ、ぶつけられるなんてこと絶対なかっただろうから、なんか意外な組み合わせって感じがして、なんか新鮮でいいですね。残念でしたが、今回はこれで終わりにしたいと思います。短いですが、こちらで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。